皆さん、こんにちは。今月の村上春樹講座ですが、阪工大学日本語文学科の落合がお話をいたします。9月で新学期が始まったばかりですが、皆さんどうぞ、読書の機会また作ってお読みいただけたらと思います。今日のお話ですが、村上春樹短編の魅力ということで、有名な短編「レキシントンの幽霊」について近代小説と現代小説という点から見ていきたいと思います。すでにお読みになった方も多いかもしれません。はじめに、まず日本の近代文学の発展についてと簡単にご紹介します。村上春樹は直接近代の作家に触れている場合もありますが、触れていない場合も多いです。しかし日本の近代から現代の文学には連続した面と断絶した面とが見られると思います。日本の近代といった時は、明治時代、大正時代、昭和時代の日本の文学を指します。この時代に西洋から取り入れられた文学が日本的に消化されて、日本語の文学として発展し誕生してきました。今では文学史の中で大きな比重を占めています。しかし文学だけではなく、それは言語の発達、近代の日本語の発達と非常に深い関係があります。またそれは日本語としての表現を発達させる、そして近代の言葉として日本語の形式を発達させる、そして表現様式を変えていく、そうした言語面での影響も非常に多く見られます。ですから江戸時代までの日本語と明治以降の日本語は非常に大きく変わりました。明治時代がちょうどその過渡期、そして大正時代から後が現代に続く日本語の形式が整った、そういう時代ということになります。私は表現史、つまり日本語の文章の歴史について一応専門にやっていますので、私の立場から言うと文学史というよりは言語史、あるいは表現史という形でのお話になりますけれども、と異なる時代と社会にそれぞれやはりその時代に応じた言語形式があります。そしてその中でさまざまな社会的な様式をとって、メディウム、つまり媒体として言葉はいろいろな伝わり方をしました。現代ではさまざまなメディウム、つまりいろいろな媒体が存在していますが、かつては出版物、あるいは手書きのもの、そうした形のものが中心でした。現代日本語ではコーパスと言われるように、言葉の資料を電子化して資料とする試みが進んでいます。それによって歴史的な日本語の変化をいろいろな時代で調べることが可能になりました。通じ的な研究といいますが、現代の言葉は過去との比較に応じてはっきりした形がわかります。表現史の視点から見ますと、日本の近代小説と現代小説には描写の表現の中で連続性があります。しかし機能的にはかなり変化がしているのではないか、それについて今日はお話ししていきたいと思います。日本の近代文学というとさまざまなジャンルがあったのですが、純文学の代表としてまず考えられるのは小説のジャンルとしての私小説、あるいは私小説です。これは明治時代後半から生まれ、そして大正時代、そして昭和の初めにかけて発達したものです。その中で今日は表現史の上でも日本語の文章として非常に完成度が高い志賀直哉の代表的な私小説、私小説の作品
堀端の住まいを取り上げて描写の表現を中心に見ていきたいと思います。そして実は堀端の住まいと極めて共通点の多い作品が村上春樹のレキシントンの幽霊です。その描写の表現は近代の作家の志賀直哉と比べてどこがどのように変わっていったのか比較をしながら見ていきたいと思っています。それでは志賀直哉の堀端の住まいの描写の表現についてまず見ていきましょう。現在の研究では近代の日本の文学の特徴は私小説、私小説にあると言われています。これについても実は大正時代の同時代の時に私小説に関する論争がいろいろ起こりました。これは柏原治先生の私小説に関する研究を元にしたものですが、その当時の時代、中村村尾や生田長江らの西洋の近代小説に日本の小説は劣るという批判がありました。それに対して日本の作家あるいは文学者の中から日本固有の小説として価値を私小説に認める代表的な論者は久米正雄とか宇野浩二ですけれども、私小説という概念が出されました。この流れは実は現代まで影響を与えています。では久米正雄の小説論について簡単に見ていきたいと思います。久米正雄は大正時代の終わりの時に作品を超えた作家の確固とした存在や心境を作品に描かれた世界から読み取ることができる、そういう作品を私小説、私小説というふうに定義し、その典型の一つに志賀直哉の堀端の住まいなどを挙げています。このように作家の確固とした存在あるいは心境を作品に描くという文学の見方は現代の日本にもまだ残っていて、小説というのは個人の体験を書いたものだ、あるいは実体験を描いたものだ、その延長で歴史というのは歴史的な事実を描いたものだということで、小説は何らかの事実を描くことに中心がある、そうした見方が実は現代でも広がっています。果たしてそうなのかということをもう一度考えてみる必要があるかもしれません。しかし実は作家の経験をありのままに描いた、あるいは現実の社会での体験をありのままに描いたという見方にはいろいろな問題があります。私小説論への一つの意義としては、作家の事実として伝わっている身辺の記録と作品を比較したときに、実際の状態と作品中の心境なり状況なりは一致しないということがよく見られます。志賀直哉の場合も実際の生活は非常に困難を極めたり、あるいはさまざまな軋轢があった時代でも、小説の中では一つの静まった心境、そうしたものを描いている作品が多くあります。久米正雄は志賀直哉のような私小説の典型の中に作家の透徹した心境あるいは一種の定感などを読み取っています。しかし現代の立場から見るとこれは実は小説の書き方あるいはそうした描写法という方法の問題ではないか、そうした疑問が起こってきます。つまり作品の描き方によってそうした確固とした私あるいは固定した私のようなそういう像が読者に浮かぶのであって、それがそのまま現実の作家この場合は志賀直哉ですけれども、それをそのまま描いているわけではないということです。つまり作品から読み取られる一種の定感なり確固とした信念のようなものというのは原因ではなくて描いた結果、つまり作品という言語の表現が生み出している結果ではないか、そうした疑問が今起こって
では私小説、私小説の表現の特徴にはどのようなものがあるのか、簡単にこれからご紹介をしていきたいと思いますが、私小説の表現形式は作品世界を超えた確固とした私の存在とか心境が読み取られる、そういう方向に読者を誘導する、そうした表現として成り立っているということが考えられます。つまり作品世界を超えたところで、読者がその作品を読んだ時に、その作品を超えて強固な自我なり作家という存在なりが読者の前に現前する、そうした装置として私小説というのは構成されたというふうに考えられます。このような近代の言語表現の様式による私小説というのは、括弧として自我が読み取れる、そういう表現の効果を持つように作られているというふうに考えられます。それが読者に享受されてきた結果、日本の小説館というのは基本的には私小説、つまり作家の生活をありのままに描く、あるいは個人の体験をありのままに描くのが小説だ、そうした見方が広がってきたということになります。ではどのような言語表現の特徴によって作家という存在が作品の中から読者に強烈に PR するようになったのか、あるいは強固な自我として浮かぶようになってきたのか、その点の秘密を今日は堀端の住まいを題材として見ていきたいと思います。では堀端の住まいについて以下ご紹介をしていきますが、まず堀端の住まいは冒頭の部分、作品の最初の部分に特徴があります。堀端の住まいは全体で分けていくと約33段落の短編の 作品になります。1925年に書かれたものですが、大きく分けると前半と後半に分かれます。前半の冒頭段落から第12段落までが前半、それ以降が後半になります。この作品は実際に志賀直哉が松江に旅行して、そこで時間を過ごしたものが素材になっています。松江の町は今はちょっと新型コロナで旅行は難しくなってしまいましたけれども、実際に行ってみらっしゃると日本の江戸時代の武家屋敷などがまだ残っていて、古い佇まいが残っています。そうした佇まいは志賀直哉にとっても非常に好ましいものだったようで、この作品が生まれた一つの背景になっていると言えるでしょう。日本語ですが、最初の部分をご覧ください。と、ひと夏山陰松江に暮らしたことがある。町外れの堀に臨んだささやかな家で、一人住まいには申し分なかった。庭から石段ですぐ堀になっている。対岸は城の裏の森で、大きな木が幹を傾け、水の上に低く枝を伸ばしている。水は浅く、マコモが生え、錆びた具合、堀というより古い池の趣があった。仁踊りが四重マコモの間を鳴きながら行き来した。冒頭はこのような形で家とその近くの堀の様子を描くことから始まっています。この中で大事な部分はどこでしょうか。それはやはり冒頭の一文、ひと夏山陰松江に暮らしたことがある、この部分がポイントになっていると言えます。ここでは何々することがある、あるいは何々したことがある、こうしたいわゆる文型のようなもの、決まった言い方を使っているということができますが、志賀直哉は作品でこの形式を意図してよく使っています。つまり作品の内容を作家個人の体験であるかのように伝えたい、そうした時にはこの形式がしばしば見られます。例として自転車というのがありますけれども、これは子供時代から学生時代の時に自転車によく乗っていた思い出を書いている作品です。そうしたところで
でもよくことがあるという形式を使っています。そして猛起伏木の軽石ですが、これは旅行の経験を描いた時です。ここでは海水浴に行ったことがある、このような形でことがあるという文型を使っています。ことがあるという言い方を聞くと、特に現代人にとってはこれは何かの体験を描いたんじゃないか、作者の実体験を描くために使ったんではないか、そうした思いが浮かんでくると思います。現在の日本語教育の中でもしたことがあるという文型というのは経験とか体験を表す、まあ、そうした風に説明しています。で、志賀直哉の用法も基本的には同じと言えます。何々したことがあるという形式を使うことによって実体験を示すかのように読者に見せる、そうした場合にあえて使っている、それを意図して使っているということが言えるでしょう。そして具体的な時と場所をある程度提示することによって、その内容が経験である、作家の個人的な出来事であるという読者への PR は強まります。ここではひと夏ということで一定の期間を示す表現が登場しています。そして具体的な場所として山陰松江という固有名詞が提出されて、これは松江での体験だというふうに提示されます。志賀直哉が見たであろう松江城、今でも昔のままに残っていますが、体験自体として志賀直哉は日記にこの時のことを書いていますが、実はかなり楽しい、いろいろな友達と一緒に過ごした思い出がそこには書かれています。しかし堀端の住まいにはそうしたものは出てきていません。この堀端の住まいのように漠然とした時の提示プラス場所の提示、そしてしたことがある、こうした形式を使うことである時空にあった体験を要約して語り始める場合にこれは使われます。ある人物の特定の時間時空にあった実際の体験として以降の内容を伝えたい、まあ、そうした意図がここには感じられます。この表現があることによって作品内容について読者はこれはある人物の体験談経験談なのだというふうに読んでいく方向に誘導されていくということになります。ではこれ以降の内容について見ていきましょう。まず作品の冒頭段落から12段落までのところですが、文の描写の面では非常に特徴があります。それは恒常性に関する描写ということができます。例えばですが、文の6のところに仁踊が始終マコモの間を泣きながら行き来した、こういう表現があります。始終という表現はいつもそうだ、これは当たり前のことなんだ、日常的なものなのだという言い方です。つまりひと夏の末裔に暮らしたその生活の中でいつも同じような状態があったという描写になります。こうしたものが前半には非常に多く入っています。例の4、ここのパワーポイントをご覧ください。該当部分だけちょっと見てみますが、私はいつも首筋に不安を感じ急いでその下を通る、つまり入り口の電灯の下にヤモリなど虫がいて、それをいつも避けながら生活していたんだというふうにあります。それから第12段落のあたりには縁にあぐらをかき食事をしていると、決まって熊坂長藩という黒い肉肉しい雄鳥が5、6羽の雌鳥を引き連れて前をうろついた、こうした言い方もあります。ここには決まってという言い方がありますけれども、いつもそう、これもやはりいつもそうだ、毎日そういうことがあったというふうに描いている書き方です。ここでは庭で飼われている鳥たちの様子はいつも同じだったというふうに言っています。これは描写の中でも恒常性、つまりいつもそうであるということを言うような、そういう描写ということです。実際にいつもそうなのかといえばそうでない
時も必ずあるはずですが、同じところを集めていつもそうである、あるいは決まってそうであるというふうに体型を描いているということが言えます。これを一つ目の描写、第一種の描写とします。作品の前半のところにある描写はこの第一種の描写です。ニオドリとかヤモリがいつもいる、あるいはクマサカ長半がいつもうろついている、まあ、そういう登場者について、いわば私に対する他者として、ひと夏の山陰末裔の自然の一部がいつも同じだという形で提示されているということになります。始終いつも決まって、そうした表現を取ることによって極めて安定して普遍の特徴を持つ世界が自分の前にあった、そうした言い方をしています。堀端の住まいの前半の世界というのは恒常性を持つ普遍の、いわゆるいわば自然の世界、そうした普遍の世界ということになります。そしてその中に私は暮らした、そうした意味で恒常性の描写の表現と私という関係がことで生じます。では作品の後半部分ではどのようになっているでしょうか。第一種の描写は恒常的な描写ですが、後半部分になるとこれとは対照的な描写が登場してきます。だいたい13段落からあとぐらいのところですけれども、その時になりますと前半とは異なる表現が見られます。冒頭の部分だけ少し読みますが、ある雨風の激しい日だった。私は戸を立て切った薄暗い家の中で退屈しきっていたという形で、ここではある一日、ひと夏の末裔の体験の中でのある一日のことがくっきりと描き出されています。家の中でずっと閉じ込められていたので、午後になって思い切って靴を履いて、そして外へ出て行ったという形で散歩の様子がここで描かれます。これは前半とは違っていつもそうであるというものではありません。ただ一日だけそういうことがあったという特定の一回性に関する描写です。このような後半の描写はいわゆる物語とかストーリーといわれるものにあたります。芥川龍之介の羅生門のように、ある時間ある時に具体的にあったこと、そうしたものを描いているのが後半の部分です。冒頭のある雨風の激しい日ということで特定の時を提示し、次に私は退屈していっていたということで主な登場者である私の文脈を起こします。そして午後雨の中を出ていったということで、時の経過に従って登場者の文脈が展開していく、こうしたものは実は近代の小説では最も典型的な文章の一つです。近代になってこうしたストーリーを描く、特定の時に起こった出来事を描く、そうした形式が発達しました。後半のストーリーは実はそれほど複雑なものではありません。私は雨の中散歩に出た後、雨上がりの良い気分で夜を過ごした。その日の夜、今まで毎日見ていた1羽の面取りが猫に取られて、その猫を私の下宿先の大工夫婦が捕まえて、そしてその猫が堀につけられて殺されてしまう、まあ、そうした出来事です。これはさっきもお話ししたように、いつもあることではなくて、その雨の日とその翌日にあった、そういう一連の出来事です。この猫が殺されてしまう、そうした出来事について私が考えたというのが後半のストーリーになっています。こうした出来事をあえて載せることによって、この作品の提起するいわゆる主題あるいはテーマのようなものが読者に伝えられるというふうに考えられます。つま
接的な定年、確固とした作者の存在を伝える、まあ、そうした役割が実は後半の部分にあります。このように猫が鳥を取るのは一種の運命、あるいは宿命のようなもの、そしてまたその猫が人間に捕まえられて殺されてしまう、これもまた仕方のないことであるという形で、後半のところで私という登場者は、私としてはその成り行きが不可抗な運命のように感じられ、一死を加える気もしなかったというふうに言っています。つまりこうしたものを人間が努力で変えることはできない、そうした定感を伝えているということになります。堀端の住まいの特徴ですが、作品後半の表現形式はストーリーを語る典型的な近代小説の形です。これは近代の日本の小説で確立された形式です。前半の部分は一回限りの出来事ではなく、いつもそうであるという恒常性を表す表現、第一種の表現です。それに対して後半は一回限りあった出来事を表す、そういう表現、第二種の描写になります。つまり2種類の描写を組み合わせて作られているのが堀端の住まいの作品の構造です。物語の順番から考えて、恒常的な世界が最初にあります。これは非常に安定した自然の世界、いつもそうであるようなもの、つまり一種の運命のようなものとも言うことができます。その中に一回限りあった体験、後半の部分が位置づけられることによって、そうした一回限りの改元というものであっても、実はそれは自然の運命に近いもの、つまり世界の宿命のようなものである、そうした印象を読者は受けます。もし前半のいつもそうであるという恒常性の世界がなかったとしたら、一回性の体験はただの猫が殺されたというエピソードになってしまいます。しかし志賀直哉は、その前半の部分を加えることで、つまり自然はいつも同じなのだという内容を入れることによって、後半の一回限りの経験を非常に意味のあるものとして読者に PR していることに、このような世界を統一しているのは私という存在です。つまり恒常性を持った世界の運命へ私の認識が生まれた、確固たる私の信念が生まれた、そうしたものを作品全体として提示していることになります。このように何か異なるものを組み合わせることによって、受け手に対して非常に印象深くそれを伝える方法はフレーミング効果と言われています。代表的な例として、この例を見てください。以下の2通りの説明を受けた場合、皆さんどのようにお感じになりますか。この投資 A は失敗率は 20% です。この投資 B は成功率が 70% です。このように提示されると、前者の方では失敗という点が判断の中心になり、後者の方は成功という点が判断の中心になります。実際に計算してみると、前半は成功率 80% で、後半の投資の B は成功率 70% ですから、前半の投資の方が実は成功する確率が高いのですが、こういう説明をされてしまうと、成功率の方だけを聞いた投資家の人たちは後半の投資の B を選んでしまう、こうしたものがフレーミング効果です。実はメディアの表現、私たちが目にしている情報はほとんどこうしたフレーミング効果で、つまり組み合わせることによってある部分に焦点がいくように作られたものがほとんどです。ありのままというような、実は近代小説のそういう読者の思いというのは実は存在しえないということになってしまいますけれども、志賀直哉の場合もそうした読者を何かに誘導する、そうしたことを故意にしているわけではない
と思いますが、小説には明らかにフレーミング効果と思われるところがあります。つまり前半の甲状腺の描写があることによって、後半の一回性の描写の中での私の存在が非常に強く印象付けられるということです。参照点が異なる内容を組み合わせることによって、それが事実として伝わったときに異なる印象を与える、そうした効果をこの作品は端的に示しています。近代の日本の小説で生まれたのはこのような表現でした。実は現代の作家もこうした考え方を引き継いで自分の作品を選んで書いています。村上春樹の場合にもこうしたものは非常によく実は探していくと見ることができますので、探してみてください。村上春樹の小説はこの近代小説の構造を生かして新しいフレーミング効果を生み出している、そういうふうに見ることもできます。それが今日のお話ししたかったレキシントンの幽霊の効果です。では今日の本題に入りますが、村上春樹の短編小説レキシントンの幽霊の描写について見ていきましょう。村上春樹は日本語の近代的な小説の表現、それを昇華して新しい作品像を模索する、それが作家としての使命だというふうに作家の生活を送ってきたと考えられます。その中で1990年代に出された作品は村上春樹の大きな進化、つまり発展のポイントになっているものが多いです。長編ではねじ巻き鳥クロニクル、短編ではこのレキシントンの幽霊などの一連の作品を当てることができるでしょう。レキシントンの幽霊ですが、改版されて今までいろいろなバージョンが出ていますが、初版は1996年で、前作品版なども出ています。中には7つほどの短編が入っていますが、それぞれ幽霊とか怪物など一種の幻想的な世界を中心にした短編集です。こうしたものをどのようにして読むかというのは、読者にとっては一つの挑戦とも言えるでしょう。レキシントンの幽霊などは日本の中学校とか高校の国語の教材にも選ばれて、そしてさまざまな教材研究がなされています。いろいろな読み方が可能な作品。今日は短編集のレキシントンの幽霊の中から最初の短編レキシントンの幽霊を取り上げてみます。では内容について見ていきましょう。先ほど志賀直哉の堀端の住まいについてお話ししたとき、冒頭の機能が非常に重要であるというふうに申し上げましたが、このレキシントンの幽霊の場合も実はそっくり似たような冒頭が見られます。村上春樹も志賀直哉と同じ表現を用いて同じフレームを形成することで自分の作品を作っているというふうに言えます。レキシントンの幽霊はこのように始まります。これは数年前に実際に起こったことである、事情があって人物の名前だけは変えたけれどそれ以外は事実だ、マサチューセッツ州ケンブリッジに2年ばかり住んでいたことがあるということで、アメリカでの体験である、そしてこれは実体験で事実なんだということを冒頭で強く PR しています。堀端の住まいと事実の PR という点で、また同じように何々したことがあるという形式を使っている点で非常に共通点が見られます。そして数年前という特定の時期を提示する、そしてまたマサチューセッツのケンブリッジという町であったことだということで、ある場所であった特定の人物の体験だ、こういう伝え方をしていることになります。これはやはり志賀直哉の作品を私小説として読んだ時に感じる内容と同じことで、ある人物の実体験として読者にそれを読ませるというふうに誘導していく。
このケンブリッジの近くにあるレキシントンというところの町ですが、アメリカの独立戦争にも関係した歴史的な町の一つで、アメリカらしい風景がいろいろ見られるところということです。実際に村上春樹は90年代にアメリカで生活していましたので、実体験として読んでも全く間違いではないと思いますが、しかし小説はあくまでの小説です。そのような形式で体験記ではありません。ではレキシントンの幽霊の前半の部分についてまず見ていきます。オリバタの住まいと同じようにレキシントンの幽霊の前半の部分は大衆の描写、つまりいつもそうであるという恒常性の描写からなくなっています。第2段落から第11段落までが前半になりますが、そこでは僕があるファンから手紙をもらって初週の午後に訪れ、その後月に一度その人物と交流があった。そしてそこでの家の様子とか友達と話した様子はいつも同じようであったという内容が続いています。大衆の描写について見ていきますが、そのアメリカで知り合った友人はケイシーという人物で、ケイシーは押しつけがましいところのない人物で、育ちもよく教養もあった。僕は彼と親しくなり、一月に一度は彼の家に遊びに行った。そしてその見事なレコードコレクションの恩恵にも預からせてもらった。8段落ですが、僕の知っているケイシーはいつも今のソファーに座ってワイングラスを優雅に傾け本を読んでいたり、ジェレミーのピアノに耳を澄ませたり、あるいはガーデンチェアに座って犬と遊んだりしていた。ということで、アメリカの裕福な家庭の様子なども描かれています。ここではやはりいつもそうである、それから一月に一度必ず行っていたという形で繰り返しそういうことがあった、いつも同じような様子であったという恒常性の描写が堀端の住まいの場合と同じように見られます。前半部分ですが、堀端の住まいと同じく村上春樹もレキシントンの幽霊の中では、2年間の中で僕が一月に一度通っていた、そうした友人との交流について描いている。そしていつも同じようなケイシーとの交流、あるいは家の中の様子であったということが描かれています。恒常性の描写の参照点としてこれは提示されているというふうに見ることができます。そして作品の中盤から後半にかけてですが、ここではやはり堀端の住まいと同じように一回性の描写が、ある事件が起こります。それは中盤の第12段落から56段落にかけてのあたりですが、知り合ってから半年ばかり後、金曜日の昼過ぎにケイシーの家に泊まっていた。その晩に私は家の中で幽霊がパーティーをする、そうした体験をします。それは一回限りの出来事として描かれます。12段落、そして22段落、そして41段落というふうに事件が進んでいきますので、これを皆さん実際の作品でお読みになってみるといいんですけれども、まず12段落のところで、僕は彼の家の留守番を頼まれたということで、ケイシーの家に泊まります。で、金曜日の夜にその家に泊まりました。そしてその夜、僕はケイシーが用意してくれた飲み物なんかを飲みながら、そして少し寝た後、目が覚めて何か起こったような感じがしたということです。そして41段落に行くと、1階の部屋のところで人たちが何かパーティーをしている様子が聞こえてきます。で、音楽とか会話の様子が聞こえてるんですが、ただ何を話しているのか、どんな曲なのかは全くわかりません。そしてそれは実は本当ではなかった、幽霊がしていたことなんだと
というふうに私が気がついて愕然とします。しかしそのことについて僕はケイシーに話すことはしませんでした。こうした一連の出来事です。この部分、幽霊の描写なんですが、実際にアメリカ人の東部の先生にと聞いていましたけれども、東部にはこうした話は実はよく伝わっているということです。東部、アメリカの東部には古い家が多いので、こうした幽霊に関するいろいろな都市伝説も非常に多いようですね。そしてこの1回限りの出来事、ここでは幽霊に出会うという体験だったわけですが、その後今度は村上春樹らしい語りの描写が見られます。57段落から68段落までになります。幽霊の体験の後の内容です。でマサチューセッツのケンブリッジに2年ばかり住み、そしてケイシーの家で結局幽霊を体験したと僕という人物なんですが、その僕に対してケイシーが、その家であったいろいろな歴史についてと僕と話をします。それが57から68の内容です。実はケイシーは早く両親を失いました。最初に母が亡くなり、その後それにショックを受けた父が亡くなる、そして結局は自分一人になってしまうという状況です。非常に裕福な人物ですけれども、家族としては非常に寂しい状態、それに対して僕は気の毒だというふうに言いました。59段落のあたりです。しかしこのところから村上春樹らしいそうした表現が見られます。気の毒だねと僕は言った。でも一体誰に対してそう言っているのか自分でもよくわからなくなってしまった。ここのところで僕という人物はケンブリッジに滞在していた僕、幽霊を体験した僕なのですが、次の文の9のところですけれども、僕の母が死んだ時僕はまだ10歳だったと、ケイシーはコーヒーカップを眺めながら静かに切り出したということで、すぐに次の僕、これはケイシーにあたりますが、僕が入れ替わって登場してきます。その後出てくる僕はすべてケイシーの話です。で作品の割りは66、67、68になりますけれども、ここでの僕が果たしてケンブリッジにいた村上春樹を思わせるそういう僕のことなのか、あるいはケイシー自身のことなのか、区別が後半になるとだんだんつかなくなっていきます。つまり僕という言い方で一人の私、近代小説の場合はそちらに誘導点が向きましたが、村上春樹の場合は二人の僕というものが一体化してしまって、一体どの僕なのか、一体どの人物なのか、それが分からなくなっていく、そうした描き方がされています。作品でもう一度ご確認なさってみてください。59段落の文の7のあたりまで、これは前半から中盤にかけての僕です。レキシントンに行って友達を訪ねていた僕です。しかし文9から後のところで自然にケイシーが語る僕に変わっていきます。そして65段落まで、作品が終わるまでと長い談話が続きますけれども、即応の中で前半の僕と後半の僕は一体化していく、そうした描かれ方をしています。以上、村上春樹のレキシントンの幽霊について見てきましたが、近代の作家、代表的な日本の詩小説作家と言われた村上春樹が文章の上では手本にしたかもしれない志賀直哉の堀端の住まいと比べると、村上春樹の工夫はやはり大きな違いがあると思います。
確かに堀端の住まいとよく似た文章構成とそれから表現技巧を伝っているのは今日お話しした通りです。しかしレクシントンの幽霊を読んだ時に堀端の住まいのように確固とした私なり作者なりが浮かぶかというとそういうことはありません。それは先ほどお話ししたように後半のところで僕というものがはっきりわからなくなってしまう、そうした書き方がされているからです。で、村上春樹の作品を読んだときに多くの読者が共通して体験しているのは、一つは何かの形ではっきりした像が結びにくいとか割り切れないっていうふうに思っている人も多いかもしれません。それは近代の作家の作品、村上春樹が乗り越えようとしていた志賀直哉のような人たちの作品とはやはり違ったものを目指しているからです。作品の最後のところで僕が啓示である僕と一緒になってしまう、そういう二重性を帯びている、そうした描き方がされていますけれども、これは堀端の住まいの師匠哲としての私、あるいはそういう自我とは対極に位置する世界ということができます。レクシントンの幽霊の中で読者は特定の作家なりそれから個人なりに像を結ぶということはできません。それが村上春樹の作品の目指すところ、あるいは現代性ということが言えると思います。レクシントンの幽霊の世界というのは啓示に変換された僕を繰り返し談話の中で登場させていくことによって前半での内容、つまりマサチューセッツのケンブリッジで裕福な友人とアメリカらしい体験をしていた、そういうものを掘り崩していく、そうした話になっています。ケイシーはアメリカの有産階級として安定した日常の中にいたのですが、その家の中で僕は幽霊を見るという体験をすることによって、アメリカ的なものがここで相対化されています。つまり近代的な富の世界が相対化されていくということになります。そして確固としたそういう体験をしていた私というものも、一体その私は誰なのか、作品の最後になるとはっきりとは分からなくなります。つまり日常的な豊かさ、あるいは常識的なものから乖離したそういう存在としての僕というものをがこの作品では浮かんできます。まとめに入りますけれども、近代の作家志賀直哉の堀端の住まいの描写表現というものは、自然という確固とした恒常的な存在と一回性の体験、猫の死あるいは鶏の死のようなそういう一回性の体験を組み合わせることによって、そうしたものを運命として受け取る確固たる私を提示する、そういう作品の構造を持っていました。日本の近代小説の私、私小説の私というのは非常に確固とした世界を運命として認識することのできるようなそういう私です。しかし村上春樹のレクシントンの幽霊での描写の表現は大きく異なります。同じように恒常性、この場合はアメリカの豊かな社会のようなそういう体験のものですけれども、それと一回限りの幽霊に出会うという体験を組み合わせることによって、さらに僕が登場者の僕であると同時にケイシーでもあるという形で二重化をすることによって、全体が浮遊化していく、あるいは現実性から乖離していく、そうした形での描かれ方になっています。つまり固定しない、縛られない、そうしたものを小説の世界として構成しようとしていた村上春樹の作品の中には、そういう描き方を見ることが、村上春樹が描いたレクシントンの幽霊の世界というのは、恒常的で安定した資産家の平穏な地上に対して、二
2年間そこで過ごした中で実際に幽霊を体験してしまった。そしてその由来について、ケイシーについて聞いたところ、僕の中にある意識はケイシーの死の体験と結びついて、そしてそうした今まで持っていた日常の世界がだんだん無意味になっていく、そうした中に解体していく、そういう世界です。以上、今日は日本の近代作家の志賀直哉と、そうした近代の小説を乗り越えようとしている村上春樹という形でお話をしてきました。同じように体験を語る、したことがあるという言語形式を使いながら、村上春樹の作品の中では確固とした作者に対する信頼とか、固定的な自我のような、そういう安定とか信頼感を読者に提示しない、あえてそれを示さないという形で、村上春樹は読者に大事なことを PR しています。その語りの主体を二重化する、どの僕が僕なのか分からなくなる、そうした形の表現を通じることによって、私たちが日常性として持っているそういう恒常性、いつも繰り返しであるというような世界を超える働き、それを村上春樹の作品は提示しています。日常性を離れたところ、その世界は非常に不安感があり、不安定、そして不透明なものなのですが、それを経ることによって、逆に私たちは自分の日常とは何であるのか、それを知ることができます。村上春樹が試みようとしたのは、フレーミング効果に無意識に左右されるような、そういう日常的な意識に対して、フレーミング効果の参照点を逆照射するようなものということが言えるでしょう。その作品によって日常性を疑わせる方向に作品を進めています。レキシントンの幽霊短編集の中には、実は同じような働きを持つ作品がたくさん集められています。村上春樹はやはりここでそういう表現としての工夫を行っているでしょう。残りの作品7つありますので、ぜひ短編集の中でもう一度お読みになってみてください。それでは今月はここまでといたします。また次の機会にお目にかかりましょう。今日はご清聴ありがとうございました。